こちら日南市北郷町にございます花立公園は九州随一1万本の桜が満開でございます。4月4日まで桜祭りが開催されておりますので、皆様ぜひ足をお運びくださいませ。そして宮崎フラワーフェスタ2010も開催中でございます。青島にございます果物国をメイン会場とし、県内の沿道や観光施設、オープンガーデンなど国内最多の162の会場で開催しております。5月9日までですので、ぜひ皆様宮崎の春を満喫しにいらしてくださいませ。